はい、どうも、おかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、ということで、昨日の続きなんですが、昨日言ってたようにね、船のところまで来ました、これ。こっち行くと自分家ね、自分家っていうか、第一拠点ね、昔のね。はい。で、ここがなんかちょっとよくわからない、ランバーミル。ランバーミルの建物で、で、ここになんか、船があって、よく見たらなんか前行ったところとちょっと違うような気がするね。作りが違いますね。昔なんだっけ、ウォーサン族で行った時はもっとなんかバイキングみたいなやつだったんですけど、ちょっと様子がだいぶ違うよね。うん、違いますね、なんかね。うん、なので、中も多分違うんだろうな。ちょっと楽しみですね、なんかね。どっから入るんだろうね。向こう側に一応タラップみたいなのありましたけど、こっちからも入れるのかな？こっちからは入れないのか。こっちにははしごないのかな？ああ、こっちにははしごはないんだね。こっちから上がっていく感じかな。ねえ。外にもいくつかね、プレートがありますけど、こういうのとかね、ちょっと行ってみましょうか。入って、ゾンビ全然いないけどね、外にはゾンビいないんだね。ねえ。まあ、何回か通ってるから、出てきてどっか行っちゃったのかもしれないけどね。あ、いきなり上まで行けるんだ。あ、すごい、いきなり上まで行ける。あれでも中の構造はちょっと似てるな。あそこにゾンビいますね。あそこにもいるな。ここにいるね。そこにもいるな。走ってきた。走ってきたわ。ヘイ。ん？おお。当たんねえ。警官の声したけど気のせいか？いや、警官いるね。あー、いた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 。警官ちょっとやりたいな。警官どこ行った？いた。オッケー。オッケーオッケー。警官だけはちょっと先にやっときたいね。相手叩かれた。え、ヘビまでいるの？ヘビまでいるんすか？え、なんかこの辺から手が見えてた、今。ゾンビ多いね、やっぱね。やっぱゾンビ多いですね。あれ、なんか、なんだお前。なんだこいつ、どっから来たんだ。あ、なんか、下から警官が来た。下から上がってくんだ、そんな。何？あ、ヘビ来た。ヘビが来た。ヘビ。いで、下から撃たれた？あ、そこにいんのか。なんだお前。あ、こっから上がってくるのか。ああ、なんか、また警官いる。また警官、あ、まだ上にもいる。いろんなところに警官がいる。あ、落ちてった。警官多いな。あ、やばい。警官多いね。まあ、この、なんか、いいもん落とすから、いいもん落とすからいてくれていいんだけど。へえ、激しいね。クローラの声がする。あ、まだいる。おっちゃんが。そんな感じですか？ヘビ来た。ヘビ。ヘビ。なんでヘビいるの？船の上に。船の上になぜヘビがいるんですか？誰か爬虫類マニアがいるのか？飼ってんのか？お、スパイダー来たぞ。どっから上がってきた？あ、ここを壊してんのか？あ、こっから出てきたのか？なるほどね。まあ、下のフロアにいたってことだね。要はね。下のフロアにいたのが出てきちゃったみたいな。壁ぶち破って。そんな感じか。じゃあまあ、せっかくなんで、漁っていきましょうか。もう落ち着いたかな？もう落ち着きましたかね。とりあえずね。なんだろうね。種が。
種類がいっぱいあるな。おっと、エアドロップが飛んできた。どこだ？あ、こんなとこだ。こんなとこや。取りに行けるね、ここならね。後で取りに行きましょうか。車あるからね。車というか、スチームカーがあるからね。まあ余裕でいけるでしょう。なんて言ってるとガソリンがなくなっちゃったりしてね。あの、荷物いっぱい乗ってるからガソリンなくなったら持ち歩けないから。捨てて帰るしかない馬に乗り換えて、馬で帰るしかないんだけど。まあガソリンまた持ってくればいいけどね。家帰ってね。持ってくればまた復活するんで。まあめんどく、わざわざ取りに行ってまた戻ってくるのめんどくさいってはめんどくさいけどね。まあでも、もしそうなったらそれしかないよね、もうね。はい、ということで、この辺には何もないのかな？こっち行けるけどね。あー、怖っ、怖っ。怖い怖い怖い。へぇー。ここ一応開けてみるか、これ。じゃん。あんましいいのないね。いまいちだな。こん中は、あ、一応これがあんのか。鍋があって、ドリンククーラーがあって、ここ一応開ける。はい。そんなとこか。で、ここは何？ブリッジ。あ、また警官いる。あ、また警官いる。警官多すぎんか、ちょっと。警官多すぎるやろ。警官だらけやないか。あ、くそ。食らった？警官、めちゃめちゃ警官多いね。あ、金庫あるわ。めちゃめちゃ警官多いな、本当に。はあ、はあははあ、はははは、これ読んじゃうか。鍋もういらないから分解だな。じゃがいもだ。これもいらないな。はい、あ、ちょっと待って、これもいらないな。はい、本はじゃん、今一つだな。これ金庫、あ、金庫生きてんね。これ開けるか。はい、開きました。じゃん。あ、もうすぐで足が治りそうだ。やっとやっと足治りそう。もうちょっとで。この上はちなみに、あ、ハッチついてんじゃん。あ、そうなの。ハッチついてる。あ、こっから、なるほど。こっからこっちに行けるんだ。ただ行ったところでって話だね。誰か湧く？誰も湧かないのか。へぇー。ああ、一応こう行けるんだ。こんな風に。こんな風に行けるようになってんだ。なるほどね。で、こうなって。どう？こっから、あ、こっから飛べる話？あ、そういうことか。いや、そんなことせんでも外から行けるけどね。普通にね。普通に外から行けるんだけど。そんなことしなくても。うん。じゃあ、上はこんな感じかな。ここの、この上にも一応行けるんか。警官いたね、この上ね。ここあの火事が、あ、このなんかあの上の方にも行けそうだけどね。行けそうだけど、これ壊れてるから行けないんだ。はしごを、はしごをこう、やり替えれば。上に行ったらなんかあるかな。なんか、ちょっと上がってみたい気はするよね。ちょっと上がってみようか。どうなんだろう。上がってみたい気はするよね、ちょっとね。どうなってんだろう、みたいな。まあ別に何もなかったら何もなかったで。残念でしたっていう感じだけど。もう一個か。まあいいか。ちょうどなんかたまたまはしごになってる。なんという幸運。これでいけんじゃない？もう。あ、いけるいけるいける。いけるいける。上がっていく。うわ、高いぞ。あ、なんかあるね。ちゃんと上に。鳥がいそうで嫌だな。え？ああ、こうなってんだ。ああ、怖い。弾薬がある。いや、これちょっといらないな。これ全部いらない。へえ、高っ。あれ、地形バグってますね。あ、違うか、これ穂か。あ、待って、あそこにもなんかあるじゃん。
あそこにもなんかあるよ。これ。向こうまで行けるか行けないか。さすがに。こっちにもあんの？あ、こっちにも一応上になんかあるんだね。へえ、そうなんだ。めちゃくそ高いけどね、これね。めちゃめちゃ高いけど、これ。ああ。これ上がれるでしょ。飛びつけ。で、ちょっと1個壊さなきゃダメだね。1個壊して、で、こう、こう、これでもう上がれるんじゃないか。オッケー。ちょっと待って。こうだね。まあ、誰かいた時のため、あ、ここから先がない。ここから先がないぞ。ちょっと待ってよ。作んなきゃダメか。え、作れんのかな、自分で。これいけるの？回らなきゃいけないパターン、これ。そういうわけでもないか。置けんの？あ、置けるんだ、一応。置けない。あ、置ける。どっちだ？あ、これの上に重ねていくような感じじゃないと置けないのか。ああ、こういう感じじゃないと置けないんだ。あ、こうなるんだ。怖っ。めちゃめちゃ怖いんだが。めちゃめちゃ怖いんだが、これ。ああ、こうなってんだ。へえ。そしてこっちにはもうなくて、一番向こうのマストにもなんかあったね。トウ。高。まあ、ただでさえこの、ねえ。ただでさえ高いからね、船の位置がね。あ、こんなところに弾薬あった。こんなところに弾薬ありました。え、ここ、ここも一応はしごついてるね。ああ、でも壊れてるんだ。これこっちから行けんじゃない？行け、こっちから行け、あ、ちょ、まあいいか。こっちからなんか、行けない、行けない？ここに乗れない？あ、乗れないか。ああ、ちょっと無理か？ちょっと無理？そんな器用なことできない？こう飛びついてさ、こう、こう、あ、いけるじゃん。めっちゃ器用だな、お前。めちゃめちゃ器用なことしたね。じゃん。何がある？あ、ご飯だ。ご飯があった。はい、まあそんなとこか。そんなとこですかね。はあ。なんか一番上にもなんか、違うのか、あれ。シャワーヘッドか。一番上についてんの。なんだあれ。まあこれ以上上がるのはやめとくか。怖いから。じゃあちょっと降りていきますかね。下の方にね。下に降りていくか。あ、無理だった。帰りは無理だった。こっから降りれる。はい。下の奴らも大体出てきたちゃったんじゃないのか。まだいるかな。こっちの方とかいるか。いたいたいた。隅っこの方にはいるよね、まだね。ああ、兵隊さんが。兵隊さん来た。OK。こんな隅、こんな隅っこにいるんだ。隅っこ暮らし、隅っこ暮らしの方々、ご苦労様でございます。じゃん。はいはいはい。足、あ、足の毛が治ったね。OK、OK。靴をな、脱ぎ散らかすんじゃないよ、靴を。そこ、そこの、船員たち。この中何？あ、ベッドだ、これ。あ、なるほどね。あ、それでさらに下があるのね。そして服を脱ぎ散らかすなって言ってんだろうね。これちょっと、この間の話だけど、これちょっと壊したい。なぜかアシットが取れていく。なぜかアシットが取れる。なぜでしょうか？謎だね。ここもベッドか。これ、あれかな？まあでも、普通に、これで壊しても取れんのかな？あ、これで壊したら取れないんだ。レンチでやらなきゃダメなんだ。なるほど。細かいね、芸がね。芸なのか？芸なのかどうかわからんけど。じゃん。連鉄。セメントとかあるんだね。
もう人はいないのか。クリア？クリアだね。クリアクリアクリアって感じ？うん。じゃあ、さらに下行きますか？さらに下に行けたよね、今ね。あ、ここか。さらに下に行ったらまたいそうだね、なんか。あ、いるいるいる。また警官がいる。また警官いるわ。あ、硬い。死なない、こいつら。硬えな。いや、まだいるでしょう、多分ね。あ、いるね、あそこに警官がね。そこに警官いるな。チャラチャラチャー。こいつ走りそう。やっぱり。棒は割と残忍。くそ。オッケースティーブも割と残忍。残忍勝ち。あ、ダメだ。え、イノシシがいるんだけど。イノシシいるぞ。ちょっとなんかあそこに、あそこになんかハズマとかなんかやってるけど。イノシシは、イノシシがいる。敵対しないなら別に殺さなくてもいいんだけど。まあでも、なんかの拍子に襲ってきたら嫌なので、殺しちゃうか。閉めときますか。ねえ。なんか土地狂って襲ってきたら嫌だもんね、いきなりね。ゾンビと戦ってる間にね。あ、もう持てないのか。もう持てないぞ。車に置いてくるか。まあ、腐肉はいらないけど、ビールは欲しいな。これのいらないわ。服。リンゴの種。全然リンゴじゃない。こっちは？あ、腐肉はいらないんだけどな、別に。羽いらないわ、別に。腐肉もいらないの。ちょっと置いてこようか。ちょっと置いてくるか。よっしゃ。軽くなった。まあ、この辺はちょっと後でまた回収するか。こういうとこ上がれるようになってるけど関係ないんですかね。あ、関係、あ、でもバッグがある。何かしらあるのか。何かしら、あ、ちゃんと医療品もある。え、ルート多いね、ここね。トウ。トウ。あ、これ乗りたかったんだけど。ああ、まあ、この辺は後で、そのうち後で漁ろう。ということで、地下3階 ?3 層目 ?3 層目ちょっと漁りに行こうか。こっちから行ったらまた敵いるんじゃないか。この辺から、あ、でもさっきもこっから降りたっけ。あ、同じか。こっちに行ったんだね。こっちに行って、あれ？あれ？あれ？なんか漁ったつもりだけど漁ってないね。こっちの方。これ壊したい。OK。あれ？漁ったつもりでいたけど。漁ってないぞ。あ、でも3層目は、3層目はまだ途中だった、っけ？あ、漁ってる途中なんだっけ？これを取った上でさらに壊していく。はい。なんで、なんです。おお、なんだ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 。下か。下か。上がってきた、上がってきた。あ、犬来た。犬が来た。あれ。まだ生きてんのか、お前。やるな。怖っ。まだいるのね。走ってるな。あ、走ってる走ってる。まだ走ってる？ん？
予想外のところから来られるとびっくりするんだけど。さらにその下か。あ、まだ犬がいる。なんか犬が待機してる。どこにいるの？この辺にいるんだ。怖いね。そこに犬いたけどね、今。あれ？あ、この裏にいるんだ。ゴーあれ？ゴーシュートあれ？どこにいる？え、どこにいるの？え？下にいるの？ただそこに犬がいたのは見えたんだけど、この辺に、この辺に犬いたよね。あ、いるいるいる。こっちが頭か。こっちか、顔は。当たんね、当たんね。もっと下だ。あ、それは。あ、くそ。弾切れ。いや、これ殴った方がいい。殴った方が早い。あ、また警官いるのか。また警官がいるのか。お手て折れた。なんか手が、人の手が見えるんだけど。あ、危ない危ない危ない。人の手が地面から生えてるんだけど。オッケー。なんか飛び出、用務員が飛び出してくるんだけど、床から床から飛び出す用務員。あ、蜂蜜置いてきちゃったか。蜂蜜置いてきちゃった。まあいいか。こっちの方はもういないのかな。ビタミン剤持ってる？持ってないね。医薬品落ちてないかな。医薬品落ちてませんか。はい、静かになった。静まった。じゃじゃん。うわ、狭いね。あ、いるいるいる。え？え？どこにいんの？ガサ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 言ってるけど。え？上から来る？上から来た。生きてんな、お前。なんで上から来たの、この人たち。え、警官がいる。マジか。マジか。どういうこと。どういうことですか。どっから来たのよ。あ、でも静かになったね。あ、一応静かになりましたね。疲れ切ってるけどね。ザクッとな。痛いけな。鶏をやっていく。無益な殺生。無益ではないな。美味しくいただきますからね。あ、ちょっとここ、ここに。お宝だ、これ。よく見たら。これ開けたい、ちょっと。じゃん。あ、いっぱいです。ペインキラーか。ペインキラー関係ないんだよな。添え木とかさ。ねえ、そう。添え木とかビタミン剤とか入ってて欲しかった。うん。ご飯。うん。なんか医療品ないのかな。まあ、一応これも開けるか。はい、焼きました。じゃん。じゃじゃじゃん。あ、銀。もうトリプルストレッチポケットとかも、マジでいらないんで。あ、まあでも、玉がいっぱいもらえたのはありがたいですね。ね。ニワトリちゃん、無駄な摂取はやめなさいって言われそうだけどね。無駄じゃないけどね。美味しくいただくけどね。決して無駄にはしないけどね。君の命、決して無駄にはしないぞ。あ、薬あった。じゃん。あー、まあビタミン剤飲みますか、とりあえずね。え、蜂蜜も飲みますか、とりあえずね。これで治るでしょ。 5% までだよね、多分ね。うん、まあこれで治るでしょう、感染は。
食料バンドいつ拾ったんだ。まあいいか。これ捨てちゃおう。これ分解。これも分解。これも分解。そのとこか。これ食べちゃうか。お腹、ずいぶんお腹空いてるね。今頃気づいた。ずいぶんお腹が空いてるということに。まあ食料バンドル開けてもいいけどね。何これ。ああ、90も上がるの。すごい上がるね。へえ、もったいなくて食えなくなった。そんなに上がるんだったらなんかもったいないわ。あ、これ開けるの忘れてた。これ開けよう。あ、ちょっと待って。腕が折れてるから。遅い。ダクトテープは持ってないのか。接着剤が持ってないのか。接着剤も持ってないか。全部あっちだね。あの、車の中だね。ここでもセメントとかさ、コブルストーンとかいっぱいありますね。列車は残念ながらしてない。残念ながらというか幸いしてない。ん？あ、そうなるのね。じゃあこれをちょっと探らなきゃダメか。ショットガンメサイヤ、はい。じゃん。ウッドボーとか、マジいらんわ。マジでいらんわ、それ。ガチめにいらんわ。これが一番下なんですね、一応ね。ここにもなんかあるね。ほい。あ、機械部品だ。機械部品嬉しいけどさ、もうちょっといいもん入れといてほしかった。ね、機械部品2個とかさ、しょぼくないですか？もうちょっといいもん入れといてほしいね。せっかくのクレートなんだからね。あ、ここにもあるね、なんかね。いろんなとこに、あ、医療品あった。添え木。あ、ギブス来た。使おう。ギブス来ました。ありがとうございます。ここになんかある。あ、食料か。はい。食料食べてもいい。食べてもいいね、別にね。食べちゃうか。59。さすがに90回復はちょっとまだ食べるのもったいない。振り切りそうだもんね。医療、あ、服だけじゃないんだね、一応ね。裁縫キットとか入ってるんだ。ここにもなんかあるけど。これ。何？パスガスだ。スーパーチャージャー来い。違った。ガソリンだった。スーパーチャージャー欲しいんだよね。車につけたいスーパーチャージャーを。ちょっと速くなるでしょ、多分。ねえ。ちょっと速くなるんじゃなかろうか。スーパーチャージャーつけたら。あんまり出ないよね、スーパーチャージャーってね。あんまし、なんか、あんまり普通にさ、買ったりはしてるんだけど、トレーダーでね。拾ったことあんまないような気がする。トレーダーで購入とかして、いつも使ってるような気がする。あ、これもパスガスなの？建築、はい。いっぱい、これここいっぱいルートあるね。物資いっぱいあるね、ここ。建築予定ボックス。ああ、まあまあ、それでもないよりマシ。全然。以上。このなコブルストーンとかもあるし、これ開けたね。下は以上かな。ざっと見、これ見てないね。ざっとあんま持てないんだ。待てよ。これ分解。ざっとそんな感じですか、下はね。こういうなんか積んであるところに隠れてるのを見落としてそうだけど、まあいいか。はい。持てない？ひょっとして。持てない、食べちゃうか。これ分解だな。ウッドボウもいらないんだけど、分解してもあれになるか。パーツになるだけだから、結局、節約にはならんか。これを飲んじゃうっていう手もある。これ飲んじゃうか。うん。OK。この辺開けていくかな。ここいっぱいあるね、マジでね。アシット？アシットだ。こっちは？じゃん。じゃん。あ、これダメなんだ。それはダメらしい。ほい。ほい。あれ、本当は、もっとね、染色もっと抜いてから、
分解したいとこですけどね。持ち物に余裕がないからそんなことできない。普通にバラすしかない、もう。こん中なんかありそう。なんかありそう？どう？あ、ないか。あ、ないね、これ。え？え？嘘でしょ？崩壊し始めた。わら壊しただけで崩壊し始めた。そんな微妙なバランスで保ってたのか。わらで支えてたのか。まさかの。まさかのわらで支えてるとは。怖いね、これ。あんま変なの、変なとこ壊したら崩落するかもしれない。ねえ、崩れちゃうかもしれない。変なとこ壊したら。怖いな、そんな。そんな絶妙なバランスで立ってんのか、これ。この家、家っていうか、この船は。どう見ても海になんか浮かべることできないんじゃないかと。もうちょっときついかな。もうきついですかね、ちょっとね。うん、ちょっと置いてくるか、一回。あとで、まあまあ、でも大したもんないかな、もう。もう大したもんないかもしんないな。うん。帰るか。帰りましょうか。クレートだけちょっと見たい、ちゅうな、見たいけどね。ここはもう全部見たから、あ、もう大体終わりだじゃん。うん。大体終わりということでしょうか。めんどくさがあるんじゃないって言われる。外のこの、外のクレートの中身だけ見るか、これ。こういうの。じゃん。鉄欲しいね。これ一応、斧通るんだ。じゃん。あー、これ食べちゃう。トウモロコシは、まあいいか。これ殻だ。ゴミ、中だけ見るか。鉄パイプは拾える。こっちにもクレートあった？あ、こっちにはクレートないのか。じゃん。粘土層拾えないんだ。粘土層拾えないのね。ここまで来たんなら置いてくればいいのにっていう話だけどね。どこが崩れたの？あ、ここ落ちてる。あ、なんか、マストがなくなってる。船の。船のマストなくなってるじゃん、上の方。そこが崩壊したのか。そんなとこ崩壊したのね。この上にもさ、この上にもなんかあるんじゃない？実は。カバンとか。じゃん。あった。あ、ご飯もあった。水。これは食べちゃう。やっぱ、じゃあこっちにもあるんじゃん？こっちにもあるんじゃない？なんか。あ、弾薬？弾薬だ。あ、持てねえ。羽いらない。羽いらない、マジで。マジでいらない。これ、いける？あ、いけるね。よし、じゃあ。帰りましょうか。ここはなかなか面白かったね、でもね。はあ、ねえ。はい、ということで、じゃあ今回この辺にしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などよろしくお願いします。狼さんでございました。またね。